はい、どうも、坂ジムです。今回は、来シーズンの活躍が期待される鵜飼選手の今季成績と、宮崎フェニックスリーグでの成績を見ていきたいと思います。まずは、鵜飼選手の今シーズンの成績から振り返っていきます。鵜飼選手は1年目の今年、春季キャンプからアピールし、開幕1軍入りを果たすと、3月30日にはプロ初本塁打を記録しました。その後も持ち味の長打力を武器にスタメン出場を続けていましたが、徐々に成績を落とし、野手ではワーストタイ記録となる9打席連続三振を記録してしまいました。6月下旬に2軍へ降格すると、7月7日の試合で受けた自打球の影響で左足を手術、9月下旬に実戦復帰すると約3ヶ月ぶりに1軍へ昇格しました。シーズンを通して1軍では59試合に出場し、打率2割0分6厘、4本塁打打点16、出塁率2割6分2厘、長打率3割2分8厘という結果に終わりました。それでも2軍では12試合の出場で、打率2割9分3厘、2本塁打、打点7、出塁率3割5分6厘、長打率5割3分7厘を記録し、1年目としてはまずまずと言える成績を残した鵜飼選手。来シーズンのさらなる活躍が期待されていますが、特にその長打力は中日の一番の課題である得点力不足解消の鍵としてファンからも大きく期待されています。そんな鵜飼選手ですが、10月10日から10月31日まで行われた宮崎フェニックスリーグで持ち味の長打力を遺憾なく発揮しました。14試合に出場すると打率2割5分、6本塁打16打点、出塁率3割0分6厘、長打率6割4分3厘という成績を残しました。また驚くべきはそのヒットの内訳です。放った14本のヒットのうち、シングルヒットが4本、ツーベースヒットが4本、ホームランが6本という長打の多さで、打率2割5分ながら長打率6割4分3厘という驚異的な数字を記録しました。特に10月15日の西武戦で、大曲投手から放ったホームランは、バックスクリーンのスコアボード上段に直撃する圧巻の打球でした。中村典弘2軍打撃コーチから7割の力で打てと言われて臨んだ27日の楽天戦では、高田投手の初球を振り抜くと場外まで飛んでいく特大ホームランとなりました。また、この試合での鵜飼選手について、片岡2軍監督は、豪快な一発だけでなく、5回ノーアウト2塁3塁で打ったライトへの犠牲フライに関して評価し、得点圏で追い込まれてからああいうバッティングができるようになってくれば変わってくる。簡単に三振するのではなく、最低限というのができるようになってほしい、一つきっかけにしてほしいね、と称賛しました。1年目は三振の多さが目立ってしまった鵜飼選手ですが、このように粘り強いバッティングができるようになると、相手にとってはさらに怖い打者となるでしょう。また、ホームラン6本はロッテの佐藤俊哉選手と並んで、今年のフェニックスリーグでの本塁打王となります。歴代のフェニックスリーグでの本塁打王は、当時日本ハムの中田翔選手や、ソフトバンク柳田選手、西武山川選手、ヤクルト村上選手、塩見選手など1軍で活躍している選手たちが多くおり、来シーズン以降鵜飼選手もこれらの選手のように1軍で活躍してくれることが期待されます。フェニックスリーグで結果を残した鵜飼選手でしたが、10月29日、右足ハムストリングスの違和感の影響で名古屋に戻っていたことが明らかになりました。椅子に座った状態での T 打撃を行うなど別メニューの調整をしていますが、11月から行われる秋季沖縄キャンプへの参加選手としても発表されており、立浪監督からも重傷ではないというコメントが出ていることから、大事には至っていないと思われますが、故障には気をつけて来シーズンは1年間1軍で活躍してくれることを期待しましょう。今シーズン中日は12球団で唯一2桁本塁打を放った日本人選手がいませんでした。来シーズンは鵜飼選手が1軍でホームランを量産し、2010年の森野選手以来となる生え抜きの日本人選手20本塁打超えを記録してくれることを祈っています。本日の動画は以上になります。今後もこういった動画を上げていきますので、よろしければまた見に来てください。それではまた。